はい、板バネ屋特発三共製作所のリュウです。皆さん設計にお悩みではないでしょうか。ウェブ和紙は幅広い使い方が魅力のバネですが、その使い方を知らずに設計に悩んでしまったり、結局いい考えが思い浮かばず企画倒れになってしまうことがよくあります。これを見ればウェブ和紙の使い方がわかります。ウェブ和紙の使い方がわかれば設計の幅が広がりますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、では様々なところに使用されているウェブワッシャーですが、今回紹介するのはこれです。これはラベルプリンターで使用するインクリボンです。こんな身近なところにもウェブワッシャーは使われているんですね。もうお気づきの方もおられるかもしれませんが、ウェブワッシャーはここに入っています。どんなウェブワッシャーが入っていて、どんな役割を果たしているのか分解して検証していきましょう。このチャンネルでは板バネ屋さんが全国の設計者さんへ設計のお手伝いをするために、板バネ設計の知識をどこよりも分かりやすく情報発信している日本一設計を支援しているチャンネルとなっておりますので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録しておいてください。はい、分解できました。この部品がウェーブワッシャーですね。入っていたのは一つ山タイプのウェーブワッシャーでした。通称カップワッシャーと呼ばれるタイプのウェブワッシャーです。このウェブワッシャーが配置されていた部分の構造を見てみましょう。ウェブワッシャーは乗っかっているだけですね。グラグラしています。このグラグラの状態だとインクが巻き取られた時に空回りしてしまうんじゃないですかね。ラベルプリンターの構造を考えてみると、ここの部分とこの部分が駆動部分で、シールとインクが別々になっていて、それがこの駆動部を軸に同時に動いて、印字されたシールはこっちに出てくるみたいですね。印字が終わったリボンはこちらに巻き取られていく構造になっています。インクリボンは巻き取る側と巻き取られる側があるみたいです。ということは、ウェーブワッシャーが乗っかっていた部分は巻き取られる側で、構造的に巻き取る側を機械で制御して、巻き取られる側は機械制御なしで、引っ張ったら引っ張っただけインクリボンが出る完全にフリーな状態ということが分かりました。このグラグラの状態だと、インクが巻き取られた時に空回りしてしまうんじゃないですかね。空回りしてしまうと、まだ使っていない新しいリボンが、うわってなってしまうんじゃないでしょうか。うわってこんな感じで、こうなってしまうと気孔の隙間にインクリボンが詰まってしまったり、たわんだ状態でインクを送ることになるので、シールに文字の転写がきれいにできないことが想定できます。そうならないようにウェブワッシャーで押さえていくことで空回りを制御する役割を担っているんだと推測します。では本当にそうなるのか検証してみましょう。検証の結果、思った通りの結果になったので、やはりウェブワッシャーの役割は空回りの制御みたいですね。そもそもお金をかければ簡単なのでしょうけど、そうなるとコストが上がってしまいますよね。機械制御のある巻き取る側と機械で制御しない巻き取られる側の動きを一定にして、うわってならずに品質のいいインクリボンを安価でお届けしたいというメーカーの熱意が伝わってくる一品です。そこにウェブワッシャーが使われているのはちょっと感動しました。これでこのウェブワッシャーの使い方は分かりましたが、そういえば押さえると言ってもどれくらいの力で押さえているんでしょうか。指で押さえることができるぐらいなので、そんなに大きな力ではないことは分かりますが、検証のために数値を測定してみました。荷重測定器で測定をしてみると、セット高さ5ミリで 2.8 ニュートンぐらいでした。
空回りはさせたくないけれども全く動かないようにしてもいけない、そんな絶妙なちょうどいい力が 2.8 ニュートンぐらいだったということなんでしょうね。設計って本当に面白いです。では今回のまとめです。機構はラベルプリンターのインクリボンに使用されるウェーブワッシャーでした。ウェーブワッシャーの使い方はインクが巻き取られた時に軸を押さえておくことによって空回りさせずにインクリボンをたわませないようにするバネでした。ということで今回のテーマはここまでです。今後も板バネ設計の専門知識を情報発信していきますので、よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。